おはようございます。おはようございます。そう、今日はなんか最近俺なんかいろんなところに出る率が高くなってるけど、そうね、この前お笑いに出てたけどみんなレベルが高かった。そう、とりあえず今日は新しい子もいるので、それを紹介していきたいと思います。まずはオープニングどうぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ、今こうやって、まあ、歩夢くんを紹介しようと思ったのに、歩夢くんどっか行っちゃったんだよね。そう、だからちょっと先にいろいろ盛り上げて、僕、今日はボスもいるからね。ボスと、俺と、歩夢くんって。歩夢くん結構かっこいいからね。じゃ、噛んだだけだから、ほんとに。そうそう。そう、新しい衣装はね、まだなんだけど、そう、ああ、そうね。いろいろやっていこうかなって。今日30分ですよね。そうですよね。なんか、だいたいボスが出るとき1時間だから、ちょっとよくわかんないんだよね。そう。わ、そう、これちょっと拾おうかな。顔大丈夫って言われたんだけど、今日気づいたら顔の腫れが広がってんだよね、これ。びっくりしちゃった。どっちだっけ？こっち。こっちか。わかんないかな？なんか、あ、わかるね、ちょっと。ここら辺。そう、なんかね、そう、びっくりしちゃった。口の中もなんか、ずっと血の味するし。そう。殴られてはないんだよ。治ったはずなんだけど、なんかね、多分、3日間で卵50個ぐらい食ったからとか、そういう感じじゃねえかな。結構、痛風になるよって後輩に言われてんだけど、なかなかね、俺、体強い子だから、痛風にはならないんですよ、実は。そうそう。お！じゃあ、ちょっと、とりあえず、いろいろ、まず、ボス？なんでお尻からスタートする？お前。せ、はい。はい。おわ！来た！いや、ボス、ケツだけなんすいいところで隠れちゃってるけど、ボス。今回はこの3人でやっていきたいと思いまーす。イエイ。ちゃんと仕切ってよ。俺、MC 力ないっすよ。ちょっとやってよ。しっかり。お、じゃあまず、イケメンいるじゃんだって。自己紹介していこう。よし、一応。どうも、あゆむです。もっともっとでっかい声で喋んないと多分聞こえないべ。まあ俺に文句言ってたけど。声聞こえるかな？大丈夫かな？声聞こえる？いいケツしてんなっつって。二人とも。え、ちょっと もうちょいちゃんと喋ってよ。うん、ちょっとしっかりやってほしい、ね。もうちょいちゃんと喋って。お茶入れます？あ、いや、いい。あと、触んないの。そうだね。お。喋ってよ。俺っすか、うん、しっかりやる。あ、俺っすか、うん、あ、いや仕切ってもらわないとやっぱり。だから俺に MC 力を求めないでって言ってるんだけど。今日何したの？今日っすか？自分っすか？うん、今日掃除しましたね。今日めっちゃ掃除したん。何を？すげえ綺麗になったんだけど。聞いてない、もうその話やめよう。終わり。うん、次の話やめ。次何してたの今日？次何してたの？お前ずっといたじゃん、一緒に。どこの掃除？あ、まあ上から下までだよね。部屋からどこまで隅々と掃除をしたのと、あとボス、その喋らないスタンスなんすか今日も。ええ、まあいただきます。
グレディは南越に住んでます。前から言ってるでしょ。足ある来い、呼べ。呼ぼう。じゃあ今度にしましょう。あ、そうだね、よし、うん、足春ね。足春、これもうこの中ではもう足春さんって名前がついてる。あゆむ全然興味ないみたいだけど大丈夫？こっち更新されてないです。え、ちょっと興味持ってほしいよね。あ、そうなの。え、更新されてないの。はい。え、どうすんの。ダメじゃんダメじゃん。え、ちょっと更新されてないの。更新してほしい。お、すごい。おお、来た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 来ました。あ、お、ボス可愛いって、ありがとう。歩夢手振ってだって。こんな感じで大丈夫かな。ハートついちゃってんじゃん。俺じゃないかもしれないね、これ。いや、だって歩夢手振ってって。グレディ飽きた。そう、もうね、うん、その言葉も飽きた。じゃあもうお前帰ろう、うん、早いっすよ。うん、帰ろう。そうだね、もうね、うん、そんな発言はもうね、もう全部無視するから、ね、顔心配ですけど。あ、ちょっと直してよ。そうだよね、クラタン、ちょっと顔、右、頬腫れてるよね。あー、びっくりした。やっぱあれかな、なんだっけ、芝生に顔くっつけて寝てたから、そういうかもしれない、うん、かもしれない。アイムピースしたって、次。マジで、いけいけいけ。じゃあまた後でね。ちょっと緊張してるから、すごい、ね、初で、初にして無視ってすごいね、うん、そう、ちょっとすごい緊張して喉が。あと俺腫れてるイコール誰かに殴られたっていう感じはやめても。卵50個芝生関係ねえ。あ、俺のベッド芝生だもん今。そうそう、芝生不衛生だからじゃねえよ、顔腫れてるの。いや違いますよ、水分ないんだよ顔に。いや水分はないんで、だからパックしてたじゃんこの前。ちょっとしっかり汚れんで、しっかりやって、そこら辺も全部。ああ、芝生で寝てる。顔に水分がないって結構クオリティ高い。そうなんですね。だからこの前パックしたんですけど、パックしてもなんか2時間ぐらいで顔カッサカサになったんですよ。お、いや寝カフェで寝るほど金もねえから、俺借金持ってるんで。なんか、あと俺が お金の話するとスタッフさんが後ろでゲラゲラ笑うんだよね。そう、今日はキセルしてきたの。今日はもうキセルどころじゃないっすよ。ね、歩夢がこう切符入れるじゃないですか、うん、ビッてくっついてこう。いっぺんに入れてる。全然笑えないね。いや、ただだ、ただ笑えないよ。あー、もうね、もう JR バッチコイだわ。アホや、来てるよ、アホや。借金はね、減らすとか減らさないとかじゃないもん、俺払わないもんね。そうだね。うん、払わない。大丈夫かな、俺声届いてるから。届いてる、届いてる、届いてるかな、きっと届いてる。そう、うん、うん、うん。だってなんで俺のお金じゃないやつを俺が払わなきゃいけないの。まずお前の死んだ親父が悪いんじゃない。そうなんだ、ね、そうだね。そこなんですよね。、うん、そうだ、死ぬなよ。まあ、なんかそれは死ぬなよ。借金残して死ぬんじゃない。払わなくちゃいけないものだからね。いや、でも俺は払っていかない方向にしたい。それって放棄できないっけ。放棄するのを放置したから放棄できなかった。そうそうそう、自己破産しないとね。グレディ、こないだ歌舞伎で見た。やばい、すごいね。どう、いつ、お、いいじゃない、いつ、いいんじゃない、クラタン指名買いできる。誰指名してんだ、誰指名してんの、じゃあ。あー、いいこと書いてくれるね。ん、キャバクラ、あかん。キャバクラで見られちゃったの、俺。すごいね、チリンチリン鳴らされてたってね、言ってたからね。キャバクラ、うん、キャバクラ行ったの。キャバクラ、2時間ぐらい行きました。どうだった、どうだった。ほとんど覚えてないけど、そのキャバクラ楽しかった気がするんだよな。グルディ、一連の一発ギャグして。はい、3、2、1、はい、やれや。怖いな、そういうのばっかり拾ってく。早く、3、2、1、はいだ、やるんだ。はい、なんでやんねんの。やろう。
喉すごい痛いじゃん。めっちゃ緊張してるじゃん。うん。もう少し鍛えなよってどういうこと？いやいや、さ一発芸。うわあ、クソ絶対スルーできたと思ったのにな。きついよね。もうちょっとそっち。ごめんね、じゃあちょっと行こう。はい、やって。はい、行くよ。大丈夫かな。はい。さあ、20年目だしね。はい。はい、朝原ショコ。辛いの辛いの。いや、やめろ。そういう二段二段攻撃。そういう感じじゃないの。グレービーって。いや、わからないけど。もうね、俺もね、もうどういう感じになってんのかわかんないんだよね。お姉さん今爆笑してた。お姉さんも爆笑して笑ってたね。お姉さんだけ爆笑してた。優しいね。ヤクザと射程2人って書かれてその射程の1人が本当にポンコツみたいな感じになってます、ね、書いたの誰だ怖い怖い。グレディ消されるなってどういうことなの？だからボスに消されるってことで。ああそういうことね。うん、ボス人気やっぱすごいっすね。そうだね、グレディこれやらせ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 桜使ってんすか。来る前に3人ぐらい仕込んでしょ。仕込んでくればよかったな俺も。じゃあ、うん、やらせあのめっちゃめっちゃ国の名前出てる。グレディキャスでやってたギャグはお前これ仕込んでんな。仕込んでないっすね。お前なんか誰か仕込んでんな。こんなもうハメ技でしょ。仕込んでんなこれな。仕込んでないっすよ。そんな、お前のことめっちゃ見てる人がいるってことだろ。お前仕込んでない。いやいやいや、要は俺のファンってことっすよ。いるわけねえだろ、お前グレディはハーフってよりフィリピン人。うん、それがまあ、あ、歩夢について詳しく。そうだね、歩夢出てきたけど自己紹介とかしてないもんね。まずあ、したけど。したよけど。永久指名制なの。永久指名制です。永久指名制。じゃあ歩夢くん、なんか歩夢くんタイプ来てるよ。ありがとうございます。付き合っちゃいない。イエーイそんな軽い男じゃないからね。何人。いや俺すぐ付き合っちゃうからね。おすぐ付き合っちゃう。おあ、永久指名ってお店に不利だよね。そうかな。そうでもないんじゃない。まあグレディは永久指名じゃないよね、うん、いや、あの、あ、そうそう、書いてある。そうそうそう、よく知ってるね。おー、分かってるね、分かってるね。そうそうそう、永久指名じゃないよ、こいつの前。そう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 。じゃあもう行かない。うん。また変わってきちゃったよ。もう行かないとか絶対来たことないだろ。そこなんすよね、うん、そうだね。グレディはお試し期間ないと危ないからねって。別に俺何もしないでしょ。まあまあ3回あったら飽きるよね。うん、そうだね。クラタンの場合はね。いやー、そういう、お、2件しかないよ。越谷は。越谷自体は、あ、何件かんで、あ、でも1件潰れましたからね。ああ、そう、1件があるか。3件ぐらいしかなくなっちゃった。そう、まあ、そこの2、うん、そんぐらいでしょ。2件ね。2件ぐらいです。2件かな。出せばいいですね、うん、ね。結構いいよ。結構いいところなの。悪くないよね。全然全然悪くない。結構儲かるな。うん、結構儲かります。口が結構儲かります。ぜひ来てください。汚い汚い。汚い、うん、そうそう。ボス儲かってる。うん、ぼちぼちですね。グレディ何人なのってどういうことなの？そんなに俺分身とかしてないから。そうだよね。ちょっと意味がわからないね。うん、グレディ何人？何人？ああ、何人ね。あ、何人か。
何じゃあちょっとクラタについて話そう。じゃあまあ今かわかんないけど、だってお前からだったらトルコじゃねえわ駅地下ってバカにされてますよお前ファーストクラブ、お前絵的にめっちゃ黒くない？すごいね。ちょっとドアップしてみようか。いやもうさっきドアップされたよ、ちょっと顔して、うん、いやいやクラタンだけど。そうだね、なんかいやコメント減りますからこれコメント減りますからこれ CM はい、俺のオープン、はい、CM どうぞ。あんたみたいになれるかな。あ、よくお前見て映ってるね。フリーズするね、うん、MC してほしいわ俺トップダンディーって書かれる。トップダンディーって書かれるしちゃってるから。じゃあなんか質問もらえば。そうだね、ちょっと質問お願いします。初アイム緊張してるから。ケニアなのだって。いや、純日本人だよてこれ俺じゃないよねグレディに行ってるやつだよね。アイムくん何歳だって。そうだね、年齢は来てくれたら教えます。なんでお前そこじらすのどうでもいいんだけどいいよなんでホスト始めたの。なんでホスト、出戻り、出戻りがねそう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 2年間やってた。2年間いなくなって、うん、で2年間ニートしたんだろ。そう、ニートしててちょっとやることなくなって戻ってきたっていう感じだね。で、グレディはアイム君の何なの。そうだね何なんだろうね。歩夢君のおもちゃでしょ。そうだね俺のおもちゃ的な感じの、まあ唯一信頼できる友達って感じかな。こんな感じでいい。 おもちゃそう、おもちゃ。大輔さんちょっと気になるのがあるんで、ね、いいですか。ボスなんでアフロやめたのって。いつアフロやってたんですか。アフロやめたそう、やめたあいつ、やめちゃったよ。悲しいね。そうだね、いい人だったんですけどね。まあね、まあ病気だからしょうがないよね。昔のホスホスアフロだったよボス。あ、それ俺大輔さんがってこと。俺か、あ、俺俺アフロじゃないよ、あれパーマそう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 、パーマ、強めのパーマアフロじゃない、アフロじゃないな。大輔さんがアフロだったらパリピーじゃないですか。アフロじゃねえよな。アフロではないですね。なんかちょっとその時いたんだけど、そうそうそう、なんかね、すげえ長くて、そうですね、長かったし、うん、歩夢からしたらボスはどんな存在。どうだろう、なんだろう、兄貴的な感じかな。あと信頼っていうか尊敬できるボスは。こんなんお前真面目か。マジでつまんないやつだなお前な。あとちょっと怖い、怖い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 。なんかほんと何お前なんかちょっと真面目に語る。ちょっと待って、クラタンいなくなっちゃったんだけど。あ、グレディね、グレディ、グレディいなくなっちゃった。なんか一回だけ消えてくれって言われたからどうこの二人のメンツ、これありかな。同い年ぐらいに見えるクラタンおいでって書いてあるけど、同い年、同い年くらい見える。どう、見えないよ。嘘だろ、結構いけるだろそれは見えない。ほらボスの貫禄半端ねえお父さん、お父さんいやいや、こんな息子やだわすごい、二人になったらコメントバシバシ
いや若くないのがいいんだよって、お前若い方がいいよ全然。そりゃそうだ。そうだね。だってな、お前何個だっけ。え20 23? 今年 3? 3? はい、俺今年28や。5個5個か。5個か。まあ、うわ最初の出会いは若かったっすね。5個差きつ小1の時小6ですか。そう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 。俺28です。そうですただ今最初の出会いはすごい若かったからね。そうね、18ですね。自分成り立ての頃ですね。俺20 24 23 24。ボスが好みっす。いいや、ちょっと俺も欲しいわ、そういう。いい仕込み入ってるよ。上助さん、いいのありますよ。新宿スワンで文部科医役。新宿スワンね。誰がもの新宿。いいな。ボス、いつからそんな顔なの。興味ねえだ。17ぐらいかなーとか、その、全然興味ないでしょ。アフロ時代ってアフロじゃねえし、アフロにしてたらまず、あれね、デブね。サウナ、デブ。俺じゃ、それ最近、ね、最近いっぱい。俺じゃない。そうっすね。アフロって。ボスが雑って書いてありますよ、大輔さん。基本的にスタンスそうっすもんね。いいんだよ。なんな、は？でね、そういうことじゃないです。うん。そう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 。アフロにしてたお姉さん、そうデブはね。そうそうそう。アユヌ指名したい。もうしねえ、しねえ。ちょっとお願いしますよ、そこら辺は。しねえ、な、うん、俺はグレディ、次アフロにして。アフロ行きます。毛が足りないんですよね。え、毛が足りないんですよね。あー、またニグロになっちゃうね。またニグロになっちゃう。またニグロになっちゃうからな。ボス指名したかったな。いいいいいい、俺しまし、いい、そうね。大丈夫だ、俺大丈夫。やばいな、お前指名してもらえやんな。そうっすね、指名してほしい。指名してほしい。これはいい。担当切れるかな。担当誰。そこさっきからなんか、担当って出てきてる。一人名前出てきたんですよね、従業員の名前。そうだ、さっき出てきたね。え、出てきた。はいはい。誰だった。ちょっと見返して。なんだよ、誰で見たんだろ。見えよ。タイガーって一回。タイガー。タイガー。コメントしにくいな、お前。もうちょいなんか吉原ぐらい出してこよ。ガチっぽいじゃねえか。爆弾になるけどいい。ああ、いいやいいやな。いいやな。うん、どうせそんなんね。爆弾歓迎。来てねえ。あゆむでもいいから。来てねえだろ。あゆむでもってどういうこと？どういうこと？うち来てないだろ。ちょっと期待したけど、もうこの人、俺ムカつくわ。グレディ指名します。嘘です。うん、そんな別に、うん、嘘です、いらなくても分かる。嘘だって。大丈夫大丈夫。お客さんいないよ。だから借金も返せないんでしょうよ。貸してや。だよね。そうなんですよね。ちょっとコメントがやっぱ少なくなってきたね。そうなんだよ、俺らグラタン入ってきてから。ただあ、グレディちゃんと飛んでほしい。今から手続きできないの。何の手続きよっていう話よ。おもうまたグレディ一回フレームアウト。フレームアウト。またでもね、ボスはお金使わないとつかない。うん、つきません。つきませんね。そうですね、はい、そういうところありますよね。ありますよね。うん、そっかそっか。そうですね。ちょっとでも緊張なくなってきた。まあ、お酒飲めればいいですけどね。ビールで。まあ、ビールでいいですよね。はい、ビールだけあればなんとかなりますよ。うちの担当顔面潰れてるし飽きた。うちの担当顔面潰れてるしってこれ俺や。グレディ。いや俺でしょそれ。ほら、手振ってって。やっほー。グレはケンチンと遊んでて、この前遊んだんだよね、ケンチンくん。3キロぐらい肉食ってたって。何やってんすか。
やめてください。臭くない、うん、なんか歌舞伎町汚い、汚いやつ。ただ汚いやつ。な、臭い、臭いな。臭いっすよね、なんか。あいつなんか臭いな。足、足。あー、ダメだ、あいつ。今日も毛来るんだ。あとで。あとで終わってからね。ちょっと、やっぱ盛り上げてよ。今日はこれから K に出勤しますよ。出勤はい。初回で一緒に行きませんか。マジか。行く行くって来てますよ。お、ほんと行こうよ行こうよ。歌舞伎町集合で。ね。大体歌舞伎町にいるっしょ、コメントしてる人。うん。でもやっぱ大輔さん出るとコメント数増えますね。だから仕込んでんだっつうの。何回言いますよ。あそこにいるお姉さんめっちゃ今打ってくる。やばいっすよ。やってっから。もうそうだよ、お金かかるんだろ。待ってるでって書いてありますよ。え、ああ、たかしもな。違うかな。どんぐらい今新宿にいるのかな、人は。あれデートしていくらからデート。デート、まあそれはその場のノリかな。ならデートしてあげる。グレディのおごりですから。なぜお前デートしてあげるって、お前上からだな。してくださいぐらい行こうよ。君にはいじられない。俺は俺2万もあげるほどの財力ないからな。お、歩デートしてるから金くれ。逆に俺が払うの。そういう感じだよね。したるから金。ああそうだね。そうだね。あの俺も買われる側、ん、買う側になってる。そうだ。今越谷とか来てる。お、グレディ日本史貧乏なんじゃね。ちょ面白いそれ。間違いない。お金持ってんの見たことないもんな。そうっすね。ああ本当に。きついやもん。本当。お、お、見れそうですよ今日。そうっすね。たかしさん VS ボス。いやいや、もう、たかしさんにはかなりませんよ。もう、ほんとひどい、ひどいですからね。だって服もなんか面積少ないし。もう大体裸だから。デートってどこすんの？で、どこに行ったらデート？そうっすね、どこ。あ、終わっちゃうじゃん。終わっちゃうよ。ほら。クラタ終わっちゃう、終わっちゃう。終わっちゃうから。ほら。早く最後に、最後に、最後にやって。うん、まだまだまだそんな。いいから、いいから、早く。はい、もう。何やりやがって。じゃあ場所変わろう。また。うん。じゃあ最後はお開きくらたんでね。まだ。ライバー次は新大久保を。なんかよくわかんない。電車なんじゃないですか。で新宿向かってるってことじゃん。だからいいから早くやれよ。何をやるんですか。お、30秒前。ほら早く早く終わるし。早く。よし。早く。何やります。知らん。自分で決めてやろうよ。そこはベッドちょっと待ってごめんね。もう一回、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 もう一回だけ。あ、あ、あ、もう終わる、もう終わる、もう終わる。ミワキラバイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。